サスカチワン氷河とは北アメリカ大陸北西部のカナディアンロッキーに存在するコロンビア表現から流れ出している氷河の一つである。なお、行政区分ではカナダのアルバータ州に属している。名称にはサスカチワンとつくもののサスカチワン州に存在する氷河ではない。2013年9月4日に撮影されたサスカチワン氷河。サスカチワン氷河は コロンビア表現から流れ出す主要な6つの氷河の一つとして数えられている。すなわち、アサバスカ氷河、キャッスルガード氷河、コロンビア氷河、ドーム氷河、スタッドフィールド氷河、そしてこのサスカチュワン氷河である。この6つの氷河はコロンビア表現の足の指と例えられることもある。これら6つの氷河の中でもサスカチュワン氷河は規模が大きく、 2006年現在、コロンビア表現から流れ出す氷河としては最大の規模となっている。ところで、コロンビア表現から流れ出す氷河は近年その規模が縮小する傾向にあって、それはこのサスカチュワン氷河も例外ではない。1893年から1953年にかけての60年間でサスカチュワン氷河は1364メートル後退した。 このうち、1948年から1953年にかけては、年間55メートルの速度で後退した。さらに、その後も例えば1990年から2000年にかけても、サスカチュワン氷河は後退し、さらに、その流れも細くなるなど、後退を続けている。なお、1960年から2006年にかけては、400メートル以上。 流れが細くなった場所もあり、さらに約8キロメートルもサスカチュワン氷河は交代した。このように急速に縮小を続けている氷河であるため、あくまで参考値でしかないが、2006年現在のサスカチュワン氷河は全長が大体1 3キロメートルで約30平方キロメートルの面積を持っていた。なお、サスカチュワン氷河の先端部で誘拐した水は、 ノースサスカチュワン川となって流れていっている。つまり、ノースサスカチュワン川の源流はサスカチュワン氷河である。サスカチュワン氷河はカナダのバンフ国立公園の中に存在している。この国立公園の中にはバンフという町も存在しているが、このバンフからは北西に約1 2 0トル離れている。そして、このサスカチュワン氷河までは、 アイスフィールド高速道路を利用すれば近くまで来ることができる。同盟の氷河が存在するので混同しないよう注意。アイスフィールド高速道路とはカナダのアルバータ州の高速道路93号線である。アルバータ州のレイクルイーズと同じくアルバータ州のジャスパーを結ぶ道路。ありがとうございます。